こんにちは。今日はミスタードーナツに行ってきました。今回買ってきた商品はこちらです。じゃん。桜のドーナツを全種類買ってきました。リクエストをくれた皆様ありがとうございます。それでは食べていきます。いただきます。まずはじめに桜ファッションを食べます。中がピンク色です。おいしい。安定のミスドのオールドファッションの生地ですね。外サクサク中しっとりです。生地に桜風味のフレーバーが練り込まれてるだけなので、ちゃんと桜感じるのかなと思ってたんですけど、しっかり感じることができます。甘さも程よくて食べやすいです。鼻から抜ける桜の香りがなんとも心地いいですね。口の中でふわっと春を感じられる商品です。美味しい。次は桜の花ドーナツ桜フレーバーを食べます。中はこんな感じです。美味しい。もちもち生地って聞いてたので、ポンデリングみたいなものなのかなと思ってたんですけど、全く違います。もっちりぎゅっと詰まってしっとりした生地です。でね、上の桜グレーズがシャリシャリしていい食感です。生地が本当に面白い。こういう食感今まであったのかな。あ、だから桜餅をイメージしてる生地なのか。納得。上のグレーズはもちろん甘いんですけど、桜の風味をしっかり感じることができるので本当に美味しいです。この何とも言えない食感と桜風味のグレーズが癖になる。次は桜のチョコファッション食べます。チョコがかかってる部分を食べます。飲み込むまでは圧倒的にチョコで口の中が支配されてます。それで後からほんのり桜の風味を感じます。桜ファッションが美味しすぎるから、私はチョコなくてもいいかなって感じですね。これはね、桜風味とチョコレートのバランスとかではなくて、1個桜ファッションだとちょっと飽きちゃうなって方のためのチョコレートな気がします。桜の味を楽しみたいけど、チョコレートも楽しみたいのって方はおすすめです。桜味にちょっとした変化をつけたいって方はこれです。次は桜のドーナツきな粉を食べます。中こんな感じです。和の心。もうね、鼻息で飛びそうなぐらいきな粉がたっぷりかかってるんですけど、とっても香ばしいです。桜の花シリーズの生地の食感がまず好きすぎる。さっきも言ったけど、しっとりもちもにみたいな感じの生地なんですよ。きな粉もね、甘さがあるんですけど、ほんのりした甘さでやっぱり香ばしさのが勝ってますね。桜感よりもきな粉の風味のが強いんですけど、私はきな粉大好きなので本当に美味しいです。生地もね、もちっと感だけじゃなくて、最初の一口目はサクッとして、それもまたいいんですよ。桜の風味を感じつつもしっかりきな粉を堪能。次は桜ファッションハニーを食べます。最高だ。美味しすぎる。美味しい桜の風味はそのままで、そこに蜂蜜の甘さがプラスされるので、物足んなさが全くないです。本当に美味しい。なんでミスドのオールドファッションってこんなにサクサクしてるのに中はしっとりなの？蜂蜜風味と桜風味がね、お互いを補いつつ生かしつつ、なんともいいバランスですね。甘さといい、バランスといい、完全に私好みでずっと売っててほしい。美味しい。最後、桜の花ドーナツ、小豆を食べます。もう完全に桜餅を食べてる感覚です。美味しい。中の小豆はしっかり粒感があって甘さ控えめです。小豆に少しだけ塩気を感じる気がするので、だから粉砂糖こんなにかかってるのかな。とってもいいバランスです。完全に桜餅だけどドーナツ。不思議な感じだけど合うんですよね。王道な桜餅が好きって方はこれがおすすめです。ごちそうさまでした。桜のドーナツどれも美味しかったです。今もね、ずーっと口の中が桜の風味でとってもいい気分です。今日はね、1、2、3位までつけたいと思います。第3位は、じゃん！桜の花ドーナツきな粉。これはね、完璧私の好みです。きな粉をこよなく愛すものは絶対これハマると思います。第2位は、じゃん！桜の花ドーナツ小豆と桜フレーバー。これはね、桜風味のグレーズがね、本当に美味しかったです。小豆は桜餅好きな方だったらもう絶対間違いないので2位にしました。第1位がじゃん！桜ファッションハニー。ミスドのオールドファッションの美味しさを残しつつ、桜の風味を口いっぱい感じることができて、ハニーの甘さがプラス。これはね、期間中何個でも食べたいと思える商品でした。皆様もぜひ本日発売ですので食べてみてはいかがでしょうか。今日も最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ高評価、チャンネル登録、コメント、ぜひよろしくお願いします。さいな。Twitter、Instagram もやってます。よければ関連動画もぜひぜひ見てね。カップヌードルラザニア風チーズミートソース。これは食べる前によくかき混ぜた方がいいです。トマト感が強いミートソースとチーズで、まさにラザニア味です。カップヌードルを久しぶりに食べたんですけど、こんなに平打ち麺だったっけ。チーズがコクを出してて、謎肉がまた美味しいですね。これ好き。美味しい。